はい、こんにちは。札幌占い美容室早山頭の音です。ブリーチしてますね。あのね、このような感じなんですけど、ちょっとわかりますかね。グレージュ系のカラー、ブリーチしてるグレージュ系のカラーだから、ちょっとブリーチしてパーマーかけないとダメだと思うんで、まあラフな感じにちょっとブリーチしてパーマーかけたいなと思っております。で、今日は、パーマーの方ちょっと新兵器使うんで、皆さんにちょっと期待しておいてください。はい、ということで、これからどんどんやっていきたいと思います。はい、では一度失礼します。はい、では中間水栓なんですけど、あまり映さないんですけど、普段は。で、中間水栓を、どのようにしてるかって言いますと、今このような状態ですね。はい、ちょっとあまり教えたくないですけど、これタオルを、はい、特別にこの動画を皆さんシェアしてくれたらありがたいです。で、ここでモデルさんの首の下にタオルを入れます。はい、どうぞ。で、そのまま上に持ってきて、はい、このまま縛りますね、ここで。で、この状態で推薦していきます。耳には入んないようにしてくださいね。なので、あくまでもこのロットの良さは推薦しやすいということですよね。なので、もうタオルの中に全部こう入れてですね、推薦するような感じなんで、タオルの中もお湯が溜まってくれるので、お風呂につけてるような感じです。ですよね。はい、お風呂っぽいです。お風呂っぽいですよね。はい、なんかヘッドスパみたいですよね。そうですね、気持ちいいです。はい、中間水栓が気持ちいいってあんまりないと思うんですよね。中間水栓が気持ちよくなる、このロットを使えば中間水栓が気持ちよくなるっていうような感じですね。で、僕もやることがないので、ただ待ってるだけでいいっていう、この楽なスタンスなんですけど、まあ、ただうちはですね、中間水洗時に使うちょっと薬剤があるんですけど、ちょっとそれを使います。まあ、これちょっとね、まず浸透剤っていうか、薬剤がお湯がしっかり通るかなというようにですね、お湯の通り道をちょっと作ってあげます。まず、はい、で、お湯の通り道を作ってあげてですね、ある程度中間水栓してからなんですけども、はい、あとはトリートメントなんですよね。このケラチンのトリートメントで、こちらを同時にちょっとやっていきます。浸透させます。
中間処理はしっかり結構やりますね。これであの中間水栓と、トリートメントの中間処理が終わったんで、ここから、まあ、クリープタイムというかですね、自然放置なんですよ基本的に。このままちょっと置いていくんだ。ごめんなさい顔見せて雑ですよね。いや、まあ、もう時間1時間近く経っちゃうんでね、もう2時間切っちゃうんじゃないかっていうこのペース大丈夫かな、ひどいですっていうような感じなんですけど、はい、中間水栓終わったんで、これからちょっと放置タイムに入りたいと思います。まあ、ちょっと同じ場所にしないでちょっとずらしたりとかしていいと思います。この時にちょっとずらして緩めにしてあげたりとかして、僕はここでちょっと緩めにするんですよね、ロングの場合ですけど、ちょっと緩くしてちょっと下げます、下に。そうすると入り側のところがちょっとナチュラルに入るんで、ちょっとずらします。ここで、でここでクリープというか、まあまあ少しウェットの状態で少しこのまま置いて、それから自然に放置して乾燥工程に入ります。あまりいきなり乾燥工程入っちゃうと、ウェーブ効率下がってしまうんで、乾燥工程はやっぱりある程度置かないとダメですね。いきなり入っちゃうともうそこで、もう止まっちゃうっていうかね。でも逆にそれをプラスで使う場合もあるんですけど、もう簡単ですよね。これがゴムもないので、もう洗うのも超楽だし、でこの状態でちょっとまあラップもしないで、ローラーボールをちょっと回してですね、ちょっと時間を置いていきます。はい、ここで結構時間を置いたんですけども、他はちょっと急いでやったんですが、ここは結構ですね、ウェットの状態から、ローラーボール当てて、でもう自然にですね、余計なことしないで自然に乾燥工程まで、放置しました。でまあ完全に今乾いてはいないんですけども、自然にちょっとまあ表面少し若干乾いてきたかなぐらいで20分ぐらい今放置しました。でこの状態で、2台をつけていきます。ただ本当簡単ですよね、何もしてないです。ただ放置しといただけなので、はい、でこのまま2材です。まあ、2材もね、上の方から薬ついてたんで、そこからちゃんとつけるようにしてください。で、この、プレミアムロットの良さはまだ実はありまして、2液の浸透率も非常に良いです。なぜかっていうとペーパーがないからです。中までしっかり、ほとんどもうロットに巻きつけてるだけのような感じなので、薬剤の浸透率も高いですし、なんといってもこのゴム跡も使わないし、なんでしょうね、洗うのも楽だし、これは本当めちゃくちゃすごい発見だと思うんですよね、このロットに関して。本当道具を変えると技術のレベルも変わってきますし、新しいデザインを作ることもどんどんこのロットを使って新しい発想を形にしたりとかしていってもいいと思いますし、多分時間が、自分の余裕の時間ができると思うんで、食事をする時間ができたりとか、まあ、美容師さん忙しいと思うんで、僕も今日朝からずっと、ノンストップでほとんどやってたんですけれども、まあ例えばこれを使うことによって少し時間が短くなるっていうことは、自分の時間が持てるっていうことなので、その分余裕が持てますよね。なのでそういうところでも結構いいかなって僕は思うんですけどね。ちょっとねアウトして様子を見てみようかと思うんですけど、アウトもめっちゃ楽で、このままこのパカッというのを取っちゃえばもうくるるって取れちゃうんですよ、こんな感じで。あとはちょっと雑ですいませんね、ここ
これ痛いですか？いや、全然大丈夫です。すいません、雑で。いやいや、まあ、このまま取っていって、もうこの下の液につけちゃった方が僕はいいかなと思って、ここにつけます。この荷材自体にもう潤かしておくぐらいの方がいいと思うんで、でパカッと外せばもう簡単に取れます。こういうふうにしっかり毛先までやっぱり薬がついてますね。本当にだからこれお客さんも楽ですよね。楽ですね。楽ですよね。ターバンもしないし。そうですね、めっちゃ楽す、楽です。楽です。楽です。でここにつけてちょっとねしっかりこの一材をここでねしっかりこうなじましていって、二材、一材は絶対残留してますから、その残留してる一材をここでしっかり取ってあげることが大切です。いかにこの二材に浸透させるかっていう部分だと思うんで、ましてやこのあとカラーをやるっていう感じなんで、このあとカラーしたら多分かなりだれちゃうと思うんで、シャンプー台の方でちょっとカラー剤の粘土を柔らかくして塗っていこうかなと思っております。でオキシ、ここでもちょっとですね頭を使うんですけども、今ここでこのままカラーをシャンプー台で塗って時間を置いたら塗っていくんですけど、今これ下垂が毛髪の内部に今入ってると思うんですけど、っていうことはカラー剤の下垂の濃度が若干上がるような感じになるんですよね。毛髪の内部に下垂がすでにありますので、その下垂と、カラー剤も反応してくると思うんで、下垂のパーセンテージをちょっと下げたりとかしてもいいかなと思います。絶対残留してるんで、なんで僕はこう流さないでこのまま入るんですけど、時間の関係もあって、なんでこの今入ってるこの使ってる下垂も考慮した上でのカラー剤を設定していかないとダメだと思うんですよ。なので今髪の毛が、まあ、実際ね顕微鏡で見てるわけではないので分かんないんですけど、どういう毛髪の状態になってるのか、毛髪内部はどういう状態で今どうなってるのかっていうのをあくまでも頭の中で予測しながらやっていかないと失敗する可能性があります。ですので、まあ、正直な話これ今下垂の濃度は上げてますね。ちょっとスピード上げるっていう部分もありますし、まあ、薬剤もちょっと一材が弱いんで下垂はちょっと濃度若干上げてます。上げたらいいかっていう問題ではないと思うんですけど、そこは薬事法的に、自己責任になってくると思うんで、ちょっと僕は斡旋できないんですけども、自己責任でやってみてください。いけますか？大丈夫です。ちょっと一瞬なんですよね。はい、大丈夫です。シャンプー台のシャワーをジャーって出したいなっていうぐらいなんですけど、はい、いけます。はい、いけます。ちょっと一回ビデオ止めます。あ、で、これロットなんですけども、わかりますかね、これ。皆さんペーパーとゴムがあったらどうでしょうか。めんどくさいですよね。これ一人サロンとか大型店でも全然使えると思うんですけど、このまま水につけて終わりです。なんと洗うの忘れるだけです。非常に効率がいい。あと何もしなくていいんですね。そのまま乾かせば使えるという、はい、で数もあまり必要ないと思います。すぐ使えるんでっていうような感じです。まあ、カラーも今トナーももう塗ってるんで、カラーは、ブリーチ、パーマ、トナー、今全部トナーもシャンプー台で塗りました。ちょっと粘土を柔らかくして塗ったんですけど、今回使用した薬剤はブリーチが12レベルぐらいのトーンで、設定してるんで、結構強めのブルー入れてもいいかなと思ったんで、まあ、かなりタブーかと思うんですが、スローカラーのブルー単体ですね。ブルーのみしか使っておりません。なんで、気をつけてほしいのは、もともとメラニン色素が薄い方だったりとか髪の毛が細い方とかは顔周りグリーンになったりとかしちゃうんで、そこだけ気をつけてください。今回はブルースローのブルー単品で使っております。はい、でもうシャンプー台で塗ってるん でシャンプー台で塗る時のポイントとしてなんですが、
何回も動画でも言ってるんですけど、毛量が、例えば毛があったとしたら、髪の毛がこうありますよね。そしたらこの辺は濡れるんですよ。ただ根元側のこの辺の毛量っていうのが非常に多いんで、ここのそぎが入ってない毛量の部分って結構ムラになりやすいんですよね。でここをムラにしない方法としては、もうコームとか使って塗ってないので、あのパーマ落ちちゃいますから、手でこういう風に円を描くように優しく揉み込んでいきます。で白くこう泡が立つような感じ、わかりますでしょうかね、カラー剤が泡立つような感じに、こういう風に優しく揉み込んでいって、この根元側のところをしっかり塗布していきます。でこれ一切コームは使ってないです。ですけど、必要なとこに必要な分がついてれば問題はないですから、余計ね、変なことやるとダメージにつながったりとか、してしまうんで、もうこの辺はラフでいいかなと思います。根元の方も顔周りあんまり塗らないようにして手で塗りました。シャンプー台の方でこんな感じですね。シャンプーするような感覚で塗っております。でこれでちょっと時間を、置いていきます。もうすでにね、赤みが消えてきて、グレージュのカラーに近づいてるかなと思います。はい、ポイントはここのなじませですね、というような感じで、もうこれでほとんど終わりで、今1時間半なんで2時間で終わると思います。まあ、2時間でこれだけのメニューが終わればかなり、時短になるのかなと思うんでいいかなと思います。まあ、普段は営業はもっとゆっくりはやってるんですけど、なんか飲み物持ってきますか？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？まだあります。ちょっとこれでちょっと時間を置きたいと思います。はい、今、カラー終わって、とりあえず全部終わりました。で毛先切るぐらいだったんでカットは今回省略させていただきました。時間は2時間です。で、これから、乾かしていくんですけども、あんまりちょっとこう顔にワックスつけるのが、モデルさん苦手みたいなので、こちらのヘナジェルとヘナウォーターですね、こちら、トリートメントしながらスタイリングをしていきたいと思います。なんでこのまま帰って寝ることも可能なので、今日はワックスとかは一切つけないで、こういう自然派のものでスタイリングしていきたいと思います。はい、まずですね、ヘナウォーターを全体につけていきます。これ2つがまあ反応するんで、ヘナウォーターマイナスっていうのがつけていきますね。匂いどうですか？これは、北見の発火の香り。あ、そうなんですか。はい、すごいいい匂いですね。爽やかな。黒松内知ってます？あ、ちょっとわかんないです。黒松内知らないですか？はい。あ、はい、これさ。黒松内のお水使ってですね、これは動産なんですけど、プラセンタとか、あと白樺のエキスとかですね、いろんなものを使ってるんですけど、オーガニックなトリートメントになります。でまずこれでベースを作ります。でコテ巻く方はこれコテローションとしても使えるんで、熱反応を起こして、熱と定着してくれるんで、それだけでも全然効果がありありというか、使えば使うほど髪がきれいになってきます。はい、で今日はウェーブのスタイルなんで、これに、ヘナジェル、まあ他の動画見てください、ヘナジェル使ってるんで、でこのヘナジェルを使って、今日はムースの代わりっていうかね、流さないトリートメントなんですけど、顔についても肌が弱い方でも大丈夫です。まあこれに使ってる成分的にはメインで使ってるのは医療用の、人工血管とかでも使われているような成分を使ってるんで、結構安全なんですね。はい、で水分も保持してくれますので、あともうこのヘナですね、やっぱりこれ2つとも共通してるのが、ヘナが髪の毛を強化してくれますので、実際自宅でヘナをされるのってすげえ面倒くさいと思うんですよね。部屋汚れますし、で、これ2つしてくれるだけでヘナと同じような効果が出ますんで、めちゃくちゃいいんですよ。
ヘナ多分やるのって多分面倒くおっくうだと思うんですけど、これを毎日やるだけでヘナの効果が持続できるということですね。はい、で、スタイリングです。はい、ヘナジェルを、取っていきます。そして、毛先の方にですねちょっと揉み込んでいきましょう。で、夏場なんかは実際もうこのままでいいんですよね。自然乾燥で OK みたいな感じでも大丈夫です、夏場だったら。まあ、冬は寒いんでちょっとあれですけど、これ匂い分かります？なんかグレープフルーツみたいな。ああ、ちょっと合ってますもう一個実は北海道の、はい、ヒントは北の国からなんですけど、え、あ、ラベンダーですか？そうですラベンダーが使われております。で、こちらのまたラベンダーと北見の発火が融合して、あと、まあ、ヘナの香りもねするんですけど、あと柑橘系の香りがします。これ融合したらいい匂いしますよね。すごいいい匂いです。ありがとうございます言わせたわけじゃないです。ありがとうございます。で、ここでですね、まあ、ノビー専用になるんですが、こちら朝倉のエアレスドライヤーっていうのをいつも使ってるんですけれども、これを使うと早く乾いてくれるんで、これ何がいいかっていうと、このノビーっていうドライヤーにつけれるんですけど、このままここに毛束を入れてですね、でこのまま待ってるだけでいいという感じなんですね。それでもうウェーブが作れるのですごく楽です。でこのままこうやるだけなんですね。非常に楽ですね。こんな感じに、やるだけで綺麗なウェーブが簡単にできてしまうっていう非常に便利なエアレスドライヤーですね。でですね、ヘナジェルがまた乾いてくれて、少しヘナジェルってパリッとするんですよ。でそのあと手口通しても全然サラサラの状態なんで、手口通してもいいですし、通さないでウェーブを楽しんでもいいですしって感じで、相性はいいと思います。触ってもらっていいですか？結構すごいサラサラしてますね。あ、してますよね。はい、全然乾燥してないです。なんかなんていうんだろう、そうですね、なんかあんまりベタってならないっていうか。そうですね、はい、ベタベタも全然してないですね。はい、ありがとうございます。で、こんな感じで、終了したんでちょっと取ります。どうかな、変わったかな、だいぶ。いや、すごいいいですね。カールもちゃんとしっかり出てて素晴らしいです。で、まあちょっとね、スタイラーで乾かしたんでちょっとカールは出てますけどね、こう自分でやるときはもうちょっと緩くなっちゃうとは思うんですけど、色もブリーチのとこのカラーも明るくなったんでいいかなと思いますね。ちょっとどうですか、実際そのモニターで見てるのとちょっと違いますよね。違いますね。大丈夫ですかね。これで撮影に入りたいと思います。はい、ありがとうございます。結構メニューが濃かったんですけど、ブリーチしてパーマしてトナーです、あ、カラーしてちょっとカットだけした感じです。はい、皆さんなんかご、こういうのやってこういう企画してほしいとかそういうのがもしありましたら、コメント欄の方に記入してください。そしたらなるべくですね、お答えできるような、動画をちょっと作っていきたいなと思うんで、一緒に協力してください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございました。
今日どうですか。はい、すごい満足しました。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですか。はい、はい、本当です。おだす。はい、ということで、では、バイバイ。